だが嬢ちゃんはそのどうにもならないことすらどうにかしてここにいようとしてるんだよ。おめえに迷惑かけないようにな。どうした？実際なぜあの嬢ちゃんがお前にあれほど懐いているのかわからない。言ってしまえばアンドロイドだ。お前を愛するような仕様で作ってない限りありえない話だ。特定の人間に愛情を見せるなんてことはないはずだ。だが見たところ嬢ちゃんはお前にただならぬ愛情を持っている。考えてみたのだが、もしかしたら嬢ちゃんの今までの記憶がないからインプリンティングみたいなもんで最初のご主人様になったお前が絶対なのかもしれんな。ま、単なる仮説なんで根拠はないのだがな。そうかもしれん、そうかもしれんがな、高博、こうは考えられないか。誰だって一度は恋をするだろう。だがその恋が必ず一生を共にする相手にするとは限らん。嬢ちゃんにとって初めてのご主人様っていうのは初恋のようなもんだ。恋人としてではない、ご主人様としてだ。この娘を必要としてやれ。この1ヶ月間だけこの子の必要な人となってやれよ。そのぐらいしても罰は当たらねえぞ。ジョーちゃんはお前とレイを信じてんだろう。ならせめてお前だけはジョーちゃんを裏切るような真似はするなよ。お前だけがジョーちゃんの心を受け入れてやればいいじゃねえか。それで十分だ。うれ、分かったらとっとと行け。もう壊れたりしませんから。だからごめんなさい、君を出来損ないで。
所長？違いまちゅよ。この子は熊のピエールでちゅよ。で、そんなことよりこんな夜中に何をなちゃっているのでちゅか？ふーん、月は雲に隠れて見えまちぇんよ。だいたい散歩にたこ焼きと日本酒が必要なんでちゅか？それはそうでちゅが。では、仕事に支障をきたさぬ程度に月見を終わらせてくだちゃいでちゅ。失礼ちまちゅ。ゆるる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 。これ何？たこ焼き。
おいしい。これ何？タコ？たこ焼き、真っ黒。床に…でも…もぐもぐ。このたこ焼き、掃除機と同じ味がする。おいしくない。もぐもぐ、おいしい。